ェロニーって言葉最近聞きました。なんかアメリカの犯罪の一種ということで聞いたんですけど、よく調べるとまあ日本の単語である重罪という意味みたいです。ただなんか質問でアメリカ人でフェロニーという罪を犯してる人がいるとか、なんかもう訳せないからフェロニーって言葉を使ってるような、そういう質問があったから、なんか特別な言葉かなって思いました。でもこれってアメリカで重罪を犯した人がいるって単純に置き換えられると思います。あとフェロニーって単語を普通に日本の英和辞典で引いたら載ってました。普通に載ってます。だからなんか重罪という言葉があるんだから、フェロニーなんて言わないで重罪って言ってほしいですね。ちょっと疑問に思ったから喋ってみました。以上です。